皆様こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが室外骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお任せください。お気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。アジリティとはアジアが原種の犬種の総称である。答えはバツです。アジリティは犬と人間が調和を取りながらコース上に置かれたハードル、トンネル、シーソーなどの障害を定められた時間内に着実に次々にクリアしていく競技で、いわば犬の障害物競争です。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。